こんにちは、島村楽器神戸三宮店のゾエと申します。今回はネイティブインストゥルメンツのコンプリートイレブンシリーズについて初心者の方向けに徹底分析していきます。お店にはこういう方たちがよく来られます。先生にまずコンプリートを買った方がいいよって言われてきましたという方や、ネットで最初はこれがいいって書いてたんですが実際どうなんですかという方、定番ということはどこかで聞きつけてくる方が結構いらっしゃいます。なぜ定番なのか、どういうジャンルが得意なのかを販売目線、DTMer目線で語っていきたいと思います。大きく分けて3つのタイプのソフトが入っています。シンセサイザー系のソフト、サンプル音源、コンタクトベースのライブラリ、エフェクトプラグイン、この3つに分けられます。初めて DTM ソフトを買うとき、用途がはっきりしていれば選びやすいんですが、なかなかジャンルがはっきり決まってなかったり、いろいろなものを作りたいという方が多いと思います。それがコンプリートを買うと大体のものが揃ってしまうので、経験者の方はよく初心者の方に勧めがちなんだと思います。コンタクトって何？シンセサイザー系のソフトというとなんとなく想像つく方も多いと思うんですが、コンタクトってなんだ、サンプル音源ってなんだとなってる方も多いと思います。わかりやすく説明しますと、コンタクトはゲームでいう PS4 とか Wii のようなゲーム機だと思ってください。コンタクトがゲーム機で、コンプリートにはコンタクト専用のゲームソフトがいっぱい入っているといった具合です。サンプル音源というのはドレミファソラシドを鍵盤にいろんな音を割り当てていくという仕組みです。個人でもコンタクトのライブラリーが作ることができ、他のメーカーからもかなりクオリティの高いライブラリーがあるので一度チェックしてみてください。人によって作りたい曲は様々だと思います。そこでコンプリート11アルティメイトの中身を音楽ジャンル別に5段階で評価してみました。エレクトロミュージックが欲しいつつ、シンセサイザーのバリエーションが半端じゃないです。世の中に出回っているシンセサウンドはコンプリートで作れない音はほとんど存在しないと思います。リズムマシンのバッテリーがめちゃくちゃ優秀なので、バキバキのダブステップからハウスまで何でも対応できます。ロックサウンドが星3つ、もちろんギター、ベース、ドラムといった定番の楽器は収録されています。ラフにパパッと仕上げるにはいいのですが、作り込みのところで少し制限があるので、バリバリのロックを作りたい方は少し役不足かもしれません。J-POP なサウンドが星4つ、 J-POP というと無数にいろいろあるので一概に定義できないのですが、今回はドラム、ベース、ギター、ストリングス、ブラス、ピアノといった構成で考えています。ストリングスの方法、ブラスの奏法も豊富で音もかなりリアルで秀逸だと思います。オーケストラサウンド、シネマチックサウンドが星4つ、コンプリート11アルティメイトにはかなり優秀なオーケストラのライブラリが収録されています。質感と扱いやすさは他のメーカーにも負けないクオリティです。そしてシネマチックに欠かせないのがパーカッションや効果音関係です。ダメージ、アクション、ストライクスといったライブラリがかなり優秀で、劇伴音楽家御用達のかなりすごい音源です。民族音楽系が星2つ、実は民族音楽系のパーカッションなども入っているんです。音程楽器はそこまで収録されていないんですが、パーカッション類はめちゃくちゃ充実してます。裏でこっそり鳴らしてビート感を演出なんていうのもありかもしれませんね。いかがだったでしょうか。なんとなくコンプリートという楽曲を理解できましたか。コンプリートのメリットは何といっても情報量の多さにあると思います。 DTM のソフトは使い方がわからないというところでつまずく方も多いと思うので、少し調べればいろいろ出てくる情報量の多さというのも考慮して購入検討されてはいかがでしょうか。